はいどうもこんにちは、みどりです。今回はティファをね引いたんで、ティファを使ってイルムと組み合わせてね使っていきたいと思います。闘技場ですね。暗闇多いな。あ、ずれた。76番面なんで、とりあえず時間がものを言う。指のね、指がちょっとあれなんでね、サリア使います。まあこんなもんでいいでしょう。次も取っときたいんでね。イザナミとかちょっとやめてほしいかな。指が欲しいんで。あ、こっちはセーフ。はい。あー、光が。今のが消えなければ列分あったのに。まあ、こいつなら耐久して。これで、まあ次で倒せばいいかな。そう、まあ個人的な事情じゃないけど、まあ趣味ですけど、皆さんがワンオクロックが好きかどうかわかんないんですけど、まあワンオクのね、渚園、静岡での、今年のね、静岡でのライブの映像が上がってて、まあ、テンション上がりましたよっていう話なんですけど、まあぜひね、ちょっと YouTube なんで見てみてください。ワウワウで放送したのかな？もう早いね。それが多分上がってたんですけど、これじゃ倒せなかったな。いや、やっぱね、ワンオクロックはかっこいいですよね。でね、まあ何の話なのって感じだけど。皆さんはって、まあ、みんなが好きかどうかわかんないけど、ワンオクの何の曲が好きですかね。自分が今好きなのは、なんか君次第列車が好きかな、一番。前、ナッシングヘルプスとかめっちゃ好きだったんだけど、なんか、最近は、あぶねえ！君次第列車とかがね、好きですね。っていうワンオクの話でした。光が見当たらないよ。火が多いな、それにしても。これ軽減しなかったら死んでたでしょ、今。ちょ、イルム使いますわ。まあ、2列もいらないだろうから。よし、これで次も取っとけて。タマドラ君のバインドが、ラファエルと、あー、そこに、それはいじめだな。ラファエルを攻めて残してほしかった。片方の火力でぶち抜くしかない。神キラーがあれば別なんだけど。オッケー、抜けたけど次がやばいんじゃない。まあまあまあ大丈夫かな。回復は取っといて、とりあえずいらない色を消そう。あ、回復は取っといてって言ったじゃん。回復は取っといてって言ったじゃん今。危ないし。
回復間に合うか。イルモを信じよう。あ、これは全然大丈夫ですわ。で、次が、わけわからんぐらい強くなければ大丈夫。よし、大丈夫なんで、サリア使って回復しつつ突破していきます。ちょっと危なかったな、これ。こんなにいらないよ。めっちゃハート打ってくるやん。ひとまずこれでここは突破でしょう。よし。まあ水は全然大丈夫。火が遠いよ。しかも木がずれてるやん。まあええよ、ええ、倒せたらええねん。 OK、 火がいない。水、木は全然大丈夫だわ。光、もう火が出てきたらね、終わりだから。光か火が、ちょっとアウトだね。って言っても、まあ盤面に、ここの盤面じゃ厳しいんで、ティファ使いましょうか。まあ列一応入れて。あ、待って、火がなかった。これはミスったよ。ミスったね。ミスっちゃったね。ちょっと待ってよ。降ってきたわ。いっぱい光消してしまったのに。ちょっと次で若干の耐久したいかも。ここはスキル使わずに行きたいね。もういっか、突破して。ね、お邪魔を消しとこうか。光はないな、ギリギリ。一個足らないわ。足らないとダメなやつだった。イルム。おい、光多いな。温存したいんだけどさ、温存の仕方がわかんないよ、これ。よし、12回。デブメッタちゃんは属性の相性がいいんで、上から組んでいって、あ、なんで離れるかな。テロリンチはやめて。あー、あー、しかもかよ。そういうことしてくる。読んでたね。しっかりこっちが嫌がることをやってきますね。上が列になってないのは気づいてるから大丈夫よ。光がないね。うん、とりあえずは。あー、振りやすくなってくるやつだな。スキル使いたくないんだよね。お邪魔一列作られるのも嫌だけど、ティファがあと一旦か。14回はあいつが出るゾーンだな。ソティスだけはやめてほしいんだけど。ちょっと一回耐久しよう。光がいっぱい欲しいんです。全然足らないよ。もう一ターンぐらいやっていいかな。あー、もうなんか上の方を組みたくなくなった。お邪魔を一個残していくスタイルになってしまった。
ああ、ありがたいけど足らないよ。足んないわ。イルム、サリアかな。サリア使います。ちょっと回復したかったんで。繋がっていく、繋がっていくね。これ繋がってる。ホームだわ。もうダメだ。やめてね。よし、それはいい。それはあり、それはありです。でも足らないね。ユニオンクローとかしてくるんでしょ。15階は、15階は誰だ。あの水の竜しか思い浮かばない。先生があったりしたっけな。サリア使わない方が良かったかな。ユニオンクローとかでしょ次。耐えればするけど、ドラゴンキアで倒せたりしないかな。じゃティファでまあ軽減しとけばなんとかなるであろうって感じで。ちょっと火が遠いけど。落としにもなっちゃったけど、ハートが降ってきてほしい。よし、願いが通じた。オッケー、これだな、安心。ああそういう系か。ここはねツーウェイで攻めていきたい。でもバインド来ちゃうよね。火を決め忘れた。まあこんなんじゃ全然削れないだろうし。パズルがしょぼいのよ。まあ、これでドラゴンキラーが刺さってね、フレンドのイルムが多少火力を出してくる。火を消しちゃったか。まあいいや。火があわよくば降ってきてほしい感が。まあまあまあ、よいよ。あとちょっとなんだよね。ハートがギリ。あーでも光がない。光がないね。光を降らせたい。あーちょっとこれは無理ですね。回復優先。木と闇の降りやすさが半端じゃない。なぜそうやって必要な色を変えてくるかな。ずれてるずれてる。ちょっと待って、しょぼいよ。だいぶしょぼかったね。あとちょっと、あとちょっとなんだよ。よし、これでとりあえずは行って、行くのはいいけど、この2ターンバインドがねやばいんですよ。回復ないしね。回復をできるだけ振らせたいよ。全然振ってこんやん。よし、回復消されんかっただけでいいわ。これでいっか。やっぱバインド対策が弱いのがね欠点だね。
消してくるね。とりあえずまだ耐久はできるんで、あ、光が落ちていく。大丈夫か？オッケー。そろそろどうにかしていきたいね。16階か。あいつだな。グリザルか。グリザルは、どうすっかな。サリアが溜まってくるなら、使ってもいっか。イルムで突破して、グリザル、でもグリザルもイルムで突破したい感が。じゃあここでイルム使って次に温存しとくことが成功するならば、どうやったら温存できる？こう難しいわ。こんだけあったらいけるかな。でも火が遠いね。火が遠いよ。下で列組んで火ギリあるけど、ちょっとミスったけど、これぐらい落ち込んがあればいけるでしょう。これでディオスも耐えれるね。よし、次がないんだけどね。まあ君か。ディープアクエリアスの方が助かるかもしれない。2色も降ってこられちゃこっちもたまったもんじゃないよ。いや光がもったいないね。ケイウのネクタールからの、まあティファで良いかな。こんなもんで良いか。水めっちゃ降る。次がレツプラスさんがあるんで、次リファイブとかだとめんどくさいな。あ、光吸収じゃないだけ助かった。ここそっか。次ヘラだからどうせ使わなきゃいけないね。これ使ってウィルムでいっかな。サリアでもいいけど、どうしよっか。回復要因一応ウィルムでいきます。もうどうせ次もあれでしょうから普通に消していいよね。結構火力出たな。闇カーリーがいいな。できれば次は闇カーリーお願いします。まあ闇カーリーじゃなくても一撃で倒せそうな気がするけど、できれば闇カーリー。あ、そっか、違う違う、闇カーリーじゃない。何を言ってるんだ。ヘラゾーンだったわ。そしたらここはまあ普通にね、で、作んどきゃ倒せるでしょう。まあ、ヘラでよかったわ。ラファエル連れてきてよかった。甲斐があった。音が途切れたけど。もうイルムで突破して、闇代わりだしね。若干少ないけど、まあいいや。もうこれで。落ち込んがこういう時にあまり降らないけど。よしよしよし。P はちょっと、厳しいかもしれない。
でも2列あるからワンチャン。めっちゃ水降ってきた。ワンチャン突破できるんじゃない？よし、貫通できたね、誰かが。はい、というわけで今回はティファをね、このパーティーで使ってみました。今度はね、ノクトを使っていきたいと思います。まだパーティーは全然作ってないんですけど、ちょっといろいろ調べてね、作ってみたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ